この動画は魔界戦記ディスガイアのネタバレを含みます。ご視聴の際はあらかじめご了承ください。魔界戦記ディスガイアストーリーダイジェスト第1部。これはとある魔界でのお話。殿下！殿下！起きてください！このガキちっとも起きやしないわね。ならこれでとどめよ。誰だこのラハール様の眠りを妨げる命知らずは。殿下、よかった、まだ生きてたんですね。勝手に殺すな、少し昼寝をしていただけだ。家来のエトナに優しく起こされたラハールに衝撃の展開が待っていた。大変です、殿下のお父上クリチェフスコイ王が死んじゃいました。親父が、いつだ。2年前。ちょっと待て、ということは何か。俺様は親父が死ぬ前から、つまり2年以上も眠り続けていたわけか。はい。軽い調子で告げられた親父の死。魔王亡き後、その座を悪魔どもが虎視眈々と狙っているという。それを聞いて黙っているラハールではない。かくして魔王をめぐるラハールの戦いが始まるのだった。なかなか立派なお城ですね。あ、あそこの壺なんて高く売れそうですよ。バカ者、それでは単なるコソ泥ではないか。ここは魔界の後継者として恥ずかしくないよ。正々堂々と。正々堂々と、どうするんです。全てを奪い尽くしてやるのだ。おお、さすがは殿下、血も涙もありませんね。魔王の座を狙う悪魔の噂を聞きつけて、とある悪魔の城にやってきたラハールたち。そこで出会ったのは、私の名はバイアス、この城の主です。バイアス？確か魔王の座を狙う連中を次々と倒している悪魔の名前が。ウィー、その通りです。美しきマドモアゼ、美と強さをこよなく愛する貴族、ビューティー男爵バイアスとはこの私のことです。バイアスと名乗るかなり癖のある悪魔。しかしラハールは全く眼中にない。お前なんか俺様が魔王になるための踏み台に過ぎん。な、どんな悪魔も一目置くこのビューティー男爵バイ。お前の名前などどうでもいい、ただの中ボスで十分だ。中ボスですと？散々いじった後に中ボスをぶちのめしたラハールは、城のありとあらゆるものを根こそぎ奪うのだった。一方、天界では。お呼びですか、大天使様。よく来てくれたね、フロン。見てごらん、お前の好きなユイエが花を咲かせたよ。私、ユイエの花って大好きです。素朴だけど明るくて元気な気持ちにさせてくれるから、私もこの花みたいになれるといいな。フロン、これから私が言うことをよくお聞き。はい。大天使ラミントンが天使見習いフロンに命じる。魔界へ赴き、魔王クリチェフスコイを暗殺せよ。大天使ラミントンの命を受けた天使見習いフロンが魔王クリチェフスコイの暗殺に乗り出していた。
谷も見つからず侵入できたわ。人間界で確かくのいちだったっけ、ちょっぴり憧れてたのよね。私って意外と才能あったりして、ニンニン。魔王城に侵入した天然のフロンはラハールとばったり出会ってしまう。で、お前は何者なのだ。私ですか。はじめまして、暗殺者です。あ、いけない、暗殺者が暗殺者なんて言っちゃった。お前、果てしなくアホだろ。初対面の人にアホだなんて失礼ですよ、あなた。人の寝込みを襲いに来る暗殺者の方がよっぽど失礼だと思うが。ラハールに見つかったため逃げるフロン。追い詰めたラハールは彼女が魔王クリチェフスコイを暗殺しに来た天使だと知ったのだが、せっかく天界から来たのに残念だったな。親父なら2年前に死んだ。そんな、あ、そんなのって。おい、なぜ泣くのだ。だってあなたのお父さん死んでしまったんでしょ。もうお父さんに会えないんですよ。そう思ったらあなたがかわいそうで。なぜか同情されてしまい、おかしな展開になっていく。悪魔はみんな悲しみを知らないんですか。そうだ、悪魔は悲しみなど知らん。それが本当なら悪魔は愛も知らないってことですか。悲しみというのは愛があるからこそ生まれるものなんですよ。そうだ、悪魔には愛もない。そんなの悲しすぎます。本当に悪魔に愛はないのか、ラハールにも愛はないのか。フロンはそれを見極めるため魔界に残る決意をする。愛を否定するラハールだったが、フロンは彼の中に小さな優しさを見つけ出していた。悪魔にもきっと愛はある。フロンの思いは徐々に強くなっていく。一方、ラハールは魔王の座を狙う悪魔をおびき出すため、あるはずもない魔王の権利書を自分から奪い取れば魔王になれるという書状を魔界中にばらまいていた。そうして蓋を開けてみると。おい、はい、ふるって参加しろとは言ったが。ちょっと集まりすぎじゃないのか、これは。でも大は勝負を兼ねるって言いますよ。フロンちゃん、そのセリフ月とすっぽんぐらい使い方間違ってるよ。お前もな。その後も出てくるのは、我が名は悪魔殺しのサルディア。この剣が葬りし悪魔は2000を超える。おお、すごい。とか超えないとか、どっちなんだ。悪の強い悪魔ばかり。待っていたぞ、悪魔どもめ。邪悪な闇が迫るとき、どこからともなく現れる。使命に燃える三つの光が勇気と希望で世界を救う。俺たち三人揃って虹色戦隊虹レンジャー。頼むからまともな敵を出してくれ。最後に立ちふさがったのはあの中ボスだったが、急に腹痛が。これからが本当の戦いだったのですが、あいにくトイレに行かなければなりません。うん、
が良かったですね。せいぜい神に感謝することです。さらば。逃げやがった。回を追うごとに言い訳が情けなくなっていきますね。あれ、これで終わりですか？ということは、俺様が魔王だ！魔王だ魔王だ魔王だ！とにもかくにも、魔王の座を狙う悪魔を一掃したラハールは、無邪気に喜びながら魔王を宣言するのだった。だが、ここで物語は終わらない。涙と波乱の幕開けは、すぐそこまで来ていた。第2部へ続く。